どうも皆さんこんにちは。無類の GMT マニアです。はい、本日つきましてはこちらでございます。ドンというところでロレックス GMT マニア、こちらの書物が発売されております。これが何なのかちょっとね、今回ね話していきたいなと思いますので、皆さんぜひ参考にしてください。それでは行ってみましょう。はい、今回発売されましたのはね、watch.com ロレックス GMT マニア、こちらでございます。結構ね SNS とかでも話題になってると思うんですけれども、私マジでこれ欲しかったんですよ。マジで欲しくて、でちょっとね今ね結構 SNS で話題になってると思うんですけれども、これは一体何なのかというところで、私も初め知りませんでしたので、こちらのマニア本のまあ概要ですね、どんなものなのか、そしてどういう状況なのかというところで、ちょっとねどんなことが書いてあったかっていうのをちょっと話していきたいなと思います。概要欄にね Amazon リンク貼っております。まあそこから買っていただくと、まあ私に10円ぐらい入るっていう感じになってますが、皆さんねまあ書店で買われる方は書店で買ってくださいと。これねもう発売されております。結構これすぐなくなりがちなんで、結構急いだ方がいいかもしれません。もう私予約して、速攻届いて、今ねこうやってレビューしてるとこなんですけれども、こういうねマニア本っていうのが結構こういうのあるんですよね。こっちがデイトナマニア、はい、こっちサブマニアというところで、要はそのモデルにおいてこうマニア本っていうのがあるんですけれども、今回5年ぶりにこちらGMT マニアが出ているということです。もうこれに関してはマジで待ちわびてました。僕これ5年ぶりに出てますからね。でこの GMT 買ったタイミングでこれ出てきてテンション上がってます。最高です。でこのマニア本っていうのは、まあ、その例えばね過去にあったこう GMT の歴史とかね、もしくは過去のモデルの、結構ロレックスってマイナーチェンジとかするんですよ。このレターの形が違うとか、このちょっとしたここのね青黒の境目のこの上下の違いであったりとか、まあまたこのセラクロムベゼルの誕生であったりとか、まあいろんな歴史が詰まってるんですよね、ロレックスの時計というのは。で、そういうのを細かく解説してあります。だからね、GMT 持たれてる方はマジで買ったらこれ満足度めちゃめちゃ高い。そして自分のお時計も愛せるということであります。これね、ずっとカフェでね、読み込めますからね、もう最高ですよ、もう本当。これが今発売されているというところでございます。じゃあどこで売ってあるのかというとこなんですけど、まあ普通に書店売ってあります。であとアマゾンとか楽天とかにもあるんですけれども、これねなんで僕がこんな速攻買ったかっていうと、これメルカリで転売する人がいるんですよ。うん。でこれまあどういう感じかというと、これね基本的に増刷されないんですよね、この GMT マニア本っていう、こういうマニア本っていうのはもうそういう方針になられてると思うので、もう増刷されないんですよ。でも今回僕この GMT マスターを買った時に、いやマニア本欲しいなってマジで思ってて、やっぱメルカリとか見ちゃいましたもんね。でメルカリ見るとね、やっぱ過去のね GMT マニア、これ4000円とか、すごいですね、8000円とか、もうそんな値段で売ってますからね、5000円とかで売れたりしてます。でもこれ気持ち的にね分かるんですよ。これを買ったタイミングでこれの存在を知ってるのであれば、まあ、ちょっと欲しいなっていう気持ちになっちゃうんですよね。まあある程度時が経ってもうねいらないので、まあそういうふうに売るのはいいかもしれませんが、まあ買って速攻転売して利益をまあ取って、不正な値段になってるのはちょっといけてませんので、でこの動画を見られてる方はもうほんと定価で買っていただきたいので、このようにねお伝えしてるところであります。もうこれ自体にプレネがつくんですかね。このデイトナマニアなんてめっちゃプレネつきますから。だから本当に僕がロレックスマラソン始めた2020年とか、もう訳が分かりませんでしたからね、これにプレネがつくんですよね。これにプレネがついてもう買えないっていう状態になっていくというところです。はい、で私サブマリーナ買った時もね、こういう風にね2022年に出てますからね。なんかこれ奇跡を感じるんだよね。僕が買ったタイミングで出てない、これ違うとは思うんですけれども、いや本当に素晴らしい。だから皆さんね、これ本当増刷されませんので、転売ヤーの養分になる前に、欲しい方、そして GMT を今後買われる予定がある方については早く買っておいた方がいいかもしれません。でちなみにやっぱこういうのに入ってる知識、
そういうのを話すことによってもう店員さんの上行ける可能性があるんですよね。基本的に現行のことは結構店員さんとかも詳しい方多いんですけれども、まあ過去のモデルとか、そういうね、5桁4桁の変態的なモデルの話ができる方っていうのは、こういうふうに繋がっていきますので、はい。僕もこの辺は結構ね、もう、すごく話が盛り上がる一つの話のネタになりますんで、これおすすめですね。で、まあぜひね、本当にマジでこれ買っていただきたいんで、これ、まあ中に何が書いてあったかというと、今回の2023年新作の話も書いてありましたね。もうこれは GMT に特に関係ない部分においても、今回出たデイトナが新しくなったこととか、まああのセレブレーションモチーフが出てきたこととかね。まあそういう、まあロレックスのこれ知識もね、しっかりと勉強になりますし、まあなんたってこう GMT に関するね、過去の歴史ですよね。どういう年表を追って、こう GMT マスターがね、こう進化してきたのかと。中のムーブメントの話であったり、ベゼルの話。で、その、こういう文字盤が希少なんだよとかね。こういう違いが過去に発見されたなっていう、そういうような話。これってね、もうめっちゃ研究されてるんですよ。何本もその時計のサンプルを見て、こう見比べて、研究結果がここにね、載ってるわけでございます。いや、これはね、買わない手はないですね。もう爆速で買いましたもんね、これに関しては。もう知的好奇心。本当にね、ロレックス好きのね、知的好奇心をね、くすぐるようなネタが大量に書いてありますんで、皆さんね、ぜひ、これ、チェックしてみてください。なんと値段 !1300 円で Amazon で売ってあります。はい。ね、タイミングを逃すと4000円、5000円とかになっていきますからね。はい、1300円ですね。はい。私もこの値段で買いましたから。もう、意外と最近はどうなんですかね。その一時のめちゃくちゃロレックスの爆裂ブームの時に比べれば、まあもう書店から一気になくなるみたいなことは今はないような気もしますけれども、まあ本当にね、素晴らしい本なんで、これはちょっとマジでおすすめですね。まさかのね、5年ぶりにこのタイミングで、出てきたっていうのは、ちょっと私はね、運命をね、感じざるを得ません。最近これハマってますね。はい、そんな感じでね、他のやつも出てますけども、この辺はもう書店にはないので、もう値段も上がってんだろうな。うん、まあそういう風になる前に、今後 GMT を買われた方とかね、買う予定がある方とかは、チェックしてみてくださいというところでございました。はい、本日はね、ロレックス GMT マニア、こちらが発売されたよというところで皆さんにお伝えしました。はい、私ももうこの2つの歴史がめちゃめちゃ書いてあるんで、まあいろいろね、いろんなとこで勉強、まあこういうので勉強した知識とかもね、今後いろいろと発信していきたいなと思います。はい、もし皆さん、もしよければ、チャンネル登録、そしていいねボタンよろしくお願いします。メンバーシップもやってます。はい、こちら GMT マニア出てるからね。はい、皆さんもチェックしてみてください。ムケムケ、OK。ではまた。